どうも皆様、マッキーでーす。本日のプラレールはこちら。箱根登山鉄道モハニ型急塗装。これはね、某中古店のおもちゃコーナーに普通にペローンと置いてあってちょっとびっくりしたんですけど、お値段が4450円ですね。新品とは書いてないのですが、なかなかの備品です。箱はこんな感じですね。てかテープ貼るならビニールかぶせてからテープ貼ってほしかったな。オープン。じゃじゃーん、よいしょ。お、こちらが先頭車両ですね。よいしょ。お、こちらが後備車。うん、あ、うわー、なんかこれ中古？え、わ、めっちゃ綺麗。あら、あの使った感とかもね、まるでないんですけど、あれですね、中古というよりもあの新古というか未使用品ってやつかもしれないですね。ほら、うわー、めっちゃ綺麗。ホコリもついてない。やったー。じゃあちょっと中も確認してみたいと思います。オープン。あっちゃ、よこしょ。おー、ほら、これやっぱ未使用だよね。うわ、やった、すげえ嬉しい。ちょっと電池入れてみてください。動くよね。これ動かなかったらショックなんですけど、スイッチオーン。あははは、動いたー。え、ちょっとこれ音大丈夫？大丈夫な？いやー、まあ、とりあえずあの動作動くってことが確認できたので、早速走らせちゃいたいと思います。なので坂道にこだわったレイアウトにしたら、登山というより立体駐車場みたいなレイアウトになってしまったのですが、走行動画をどうぞ。本日のプラレール、箱根登山鉄道モハ新潟でした。まったね。